と今は怪我も問題なくこう順調にプレーできているので、まあ、今シーズンのスタートはそのアメリカのチームでこうみんなと一緒にスタートできたので、そこはすごくこう今シーズン一つずつ積み上げていけているっていう状況はすごく自分にとってもこうプラスになっていますし、目の前の相手とか目の前のボールにこう 100% の力でぶつかっていくっていうところはやっぱりこう迫力もありますし、本当にこう自分も殺されるんじゃないかって思うぐらいの本当に激しいタックルが来るので、アメリカならではの海外ならではのプレーなのかなっていうふうには感じています。まあ、昨年その10月11月でこう国内でキャンプをこうやった中でこう積み上げてきたものってもちろんあると思いますし、こうそこに今回海外組が本当に短期間でこう2試合に参加するっていうところでは、そういった積み上げてきたものにこう短期間でフィットするっていうところも含め、こう簡単ではないこう2試合になると思うんですけど、こうオリンピックに向かっていく上で自分もこううまく輝くように、そしてチームが輝くようにっていうところはこう考えながらプレーしていきたいなっていうふうに思っています。自分たちが活動していく中でもその外ではこうずっと戦い続けている医療従事者の方がたくさんいると思うので、自分たちがその医療に携わって何かこう助けるっていうことっていうのはもちろんできないですし、そういったことができない中で自分たちができることっていうのを本当に精一杯やって、日本全体でチームになってこう一緒に戦っていけたらすごくいいなっていうふうに思います。